グノアの聖母は、ルネサンス期のイタリア人芸術家、レオナルド・ダ・ヴィンチが1478年に描いた絵画。1914年以来、サンクト・ペテルブルクのエルミタージュ美術館が所蔵している。花と聖母子とも呼ばれ、レオナルドが1478年10月から制作を開始したと記録に残る2点の聖母子像の一つだと考えられている。 もう一つの聖母子像はミュンヘンのアルテピナコテークが所蔵するカーネーションの聖母だとされている。ブノアの聖母はアンドレアデルベロッケオの下で土手修行を積んでいたレオナルドが画家として独り立ちして最初に描いた作品だと言われている。レオナルドが描いたブノアの聖母の死体の修作が2点大英博物館に所蔵されている。これらの修作と ブノアの聖母そのものからレオナルドが視覚理論を追求していたことがわかる。当時の考えでは人間の目からは最も重要なものを視野の中心に捉える光が発せられるとされていた。ブノアの聖母のマリアに抱かれた幼児キリストは母マリアの手によって視線を花に導かれている。花と聖母子はレオナルドの絵画の中でも 最も有名な構成の作品の一つだった。ルネサンス期の若きが形に幾度となく模倣されており、2004年にロンドンのナショナルギャラリーが購入したラファエロのカーネーションの聖母もブノアの聖母の影響を受けた作品である。ブノアの聖母は数世紀にわたって行方不明となっていた。そして1909年に建築家レオン・ブノアがサンクト・ペテルブルクで 展示開催した岐阜の美術品コレクションにブノアの聖母が含まれていたことが世界中の字幕を集めた。ブノアの聖母は1970年代に著名な鑑定家アレクセイ・コルサコフがイタリアから購入してロシアに持ち込んだと考えられている。コルサコフの死後にその息子がアストラハンの貿易商サポジニコフ2400ルーブルで売却し1880年に ブノア家が、ブノアの聖母を相続した。作者をめぐる多くの論争の後に、レオン・ブノアは1914年に、ブノアの聖母をエルミタージュ美術館に売却した。ブノアの聖母の売買を仲介したのは、画家で著名な美術品収集家でもあった、エルンスト・フリードリヒ・ホン・ライプハルトで、ブノアの聖母が、レオナルドの新作であると正確に鑑定した人物でもあった。 エルンストの父カールも著名なレオナルドの研究家だった。ありがとうございます。